恩給とは、恩給法に規定される、管理であった者が退職、または死亡した後本人、またはその遺族に安定した生活を確保するために、支給される金銭を言う。なお、地方公務員については、各地方公共団体が定める条例により支給され、退院料と称されることもある。近代恩給制度は1875年の海軍。 大員令及び1876年10月23日の陸軍恩給令、1883年9月11日の海軍恩給令に始まり、1884年1月4日には管理恩給令が制定され、同時に大上官に恩給局が設置された。この他にも1882年には警察官、1890年には教員に関する、 恩給制度が制定されているが、当初は部署によってバラバラに、恩給制度が制定されたために複雑になってしまった。そのため、陸軍恩給法、海軍恩給令を統合し1890年6月21日、軍人恩給法が交付され、1923年に恩給法が制定され、制度の一本化が図られた。同法では、複雑な恩給の体系を普通恩給 増加恩給、一時恩給、傷病資金、扶助料、一時扶助料に整理して、その総称として、恩給と規定した。また、公務員及び、これに、純、すげき者並そのの遺族派本邦のテーブル書に、入り音球を受けくるの権利をアリスとする恩給権の概念が形成された。ただし、一部に、恩給の対象外の政府職員がおり、その該当者に対しては、 官僚共済組合が組織され、後に社会保険制度理念を基軸とする各種共済組合制度のもととなった。だが、昭和初期の不況の中で恩給が保障された公務員に対する批判に対して1933年の恩給法の改正が行われて、恩給支給の抑制が図られた。1946年、連合国最高司令官司令に基づく、 ポツダム直例である恩給法の特例に関する件により、重症者にかかる傷病恩給を除き、旧軍人軍属の恩給は廃止されたが、国会前座り込みを含む彼らの粘り強い運動の結果、1953年1月17日閣議で軍人恩給の復活500億円を決定し、8月1日に恩給法の一部を改正する法律が交付され、8月1日に 施行され、恩給が復活した。以後、旧軍人等に対する給付については、多くが恩給法本体ではなく、恩給法の一部を改正する法律不足に規定されて運用されている。その後、公務員共済制度に移行したため、恩給法は移行時点で、すでに退職していた公務員を対象とする法令となった。なお、 国民年金制度が誕生するのは1959年のことである。恩給法第2条では恩給の種類として次のようなものがある。恩給の支給については恩給法をはじめ恩給条例などに規定されている。1958年と1959年の国家公務員共済組合法、1962年の 地方公務員等共済組合法の改正に伴い、公務員については、共済組合の共済年金などが支給されることとなり、恩給については原則として、すでに恩給の受給権が発生しているものに対し、支給されるだけである。恩給の支給に関する規定には、恩給法、恩給給与規則、恩給給与最速、年金恩給支給規則などがあった。恩給法によれば、 恩給には普通恩給、増加恩給、一時恩給、傷病資金、扶助料及び一時扶助料である。うち普通恩給、増加音給及び扶助料は年金であり、一時恩給、傷病資金及び一時扶助料は一時資金である。また恩給は、次の二つに分けられることもある。すなわち、退職公務員への恩給、すなわち退院料普通恩給、増加恩給、 一時恩給、傷病資金など。退職公務員の遺族への手当、すなわち遺族扶助料から扶助料及び一時扶助料。普通恩給を受ける権利を有する者は、文官、武官、教育職員、警察職員、監獄職員及び、待遇職員である。普通恩給は、原則として、文官在職15年以上、武官在職11年以上。 教育職員在職15年以上で失格原因なくして退職した者に支給される。その他、それらの公務員が公務のため、傷質を受けまたは疾病にかかり、不具排出となり、失格原因なくして退職したときは、法廷の在職年限に達しなくても普通恩給を支給する。在職年限が上記法廷の年限に達しても懲戒。 または懲罰処分によって退職した者、または在職中金庫以上の刑に処せられて、出刊した者は失格原因による退職者とみなされる。それは、その失格自由の立った時期と、相連続した在職期間について、恩給を受ける資格を喪失する。文官、教育職員、監獄職員及び、待遇職員の受ける普通恩給の連絡は、 退職当時の俸給年額の3分の1ないし2分の1である。文官、教育職員及び、待遇職員の普通恩給の年額は、在職15年以上16年未満に対しては、退職当時の俸給の150分の50に相当する金額とし、15年を増すごとに、その1年に対し退職当時の俸給年額の150分の1に相当する金額を加えた額とする。 在職40年を超える者に支給する、恩給年額を定めるには、その在職を40年として計算する。公務のため、傷質を受けまたは疾病にかかり、不具排出となり、失格原因なくして退職した者に支給する、普通恩給の年額は、在職15年の者に支給する普通恩給の額と同じである。武漢の受ける普通恩給の年額は、 退職当時の回答及びその在職年限が異なるに従って一様でなく、その金額は恩給法別表第1号表で定める。増加恩給は公務のため、傷質を受けまたは疾病にかかり、不具排出となり、失格原因なくして退職した公務員及び準公務員のみが受ける恩給である。公務員は、文官、軍人、教育職員、警察、 韓国職員及び、恩給法24条に掲げる待遇職員を言う。準公務員は、準文官、準軍人及び準教育職員である。それらの公務員は、文官15年、武官11年など、法定の年数の間在職しなくても普通恩給を受け、その他に、なお正義、または疾病による、増加恩給を受ける。公務員の増加恩給の連絡は、 恩給法別表、第2号表で定められる。一時恩給は、文官在職1年以上15年未満、歌手官以上の軍人在職11年未満、教育職員在職1年以上15年未満、警察、監獄職員在職1年以上10年未満、待遇職員在職1年以上15年未満で、失格原因なくして退職した場合に支給される。それらのものは、 相当の期間在職したが、普通恩給を受ける資格を有していないが、退職の際に一時資金として一時恩給を与えるものである。文官、教育職員、警察、監獄職員及び、待遇職員への一時恩給の年額は、退職当時の俸給月額に相当する金額に、在職年数を乗じた金額である。可視官以上の軍人に支給される一時恩給の額は、 恩給法別表第4号表で定められる。傷病資金は、貸し官以下の軍人のみが受ける恩給である。公務のため、傷質を受けまたは疾病にかかり、不具排出には至らなくてもこのために退職した貸し官以下の軍人、または退職後1年内に、公務のための勝利、または疾病のために一種以上の兵役を免じられた貸し官以下の軍人が、傷病資金を受けることができる。 それは一時資金である。その額は、恩給法別表、第二号表で定められる。傷病資金は、普通恩給を受ける者、または一時恩給を受ける者にも支給される。ただし、増加恩給との併給はされない。扶助料及び一時扶助料は、公務員の遺族に支給される恩給である。恩給法上の遺族とは、あ廃偶者意味青年の交付防衛青年の子。 公務員の死亡当時から重度障害の状態にあり、生活資料を得るとのないものに限る。お祖父母でありこの順に受給者が決定する。恩給種類別受領権者数は次の通りである。出店総務省による、令和3年度、予算人員普通恩給症病恩給、増加恩給、症病年金、特例症病恩給から、増加恩給は、必ず普通恩給が併給される。 普通扶助料増加飛行士扶助料、傷病者遺族特別年金公務扶助料特例、扶助料2021年度一般会計当初、予算における、恩給予算は、総額1450億9704万9000円で、あり、内訳は次の通りである。分刊等恩給費60億1433万3000円級。 軍人遺族等恩給費1300億2925万5000円。恩給支給事務費8億8456万3000円。遺族及び、留守家族登園後費81億6889万8000円。ありがとうございます。